経験的に20代のキャリアってなんかどうでもいいかなっていう、むしろ35以降かなっていう感じがするんだよね。だって20代やっぱ体力あるしやりたいことあるよねって、それが仕事に向いても別に構わないんだけど、俺がなんとなく思うのは、みんなやっぱり20代は仕事やった方がいいんじゃないかって強制圧力をなんとなく感じてる気がするの。後で何とでもやり直し聞くんだよね。今だから言ってるけど、やっぱ20代の時には研究成果出さなきゃってすごい苦労していろんな論文読んでさ勉強してたんだけど、社会経験なかったから経営学なんかやったっていい問いが浮かばないんだよね。はい、皆さんこんにちは。これから編集長の陣野です。岡山学園大学の佐藤です。本日はですね、はい、まあ、先生に僕が、まあ、今30代手前ということなのでそうね、まあ、それに付随してちょっとこう30代をどう迎えるべきかみたいな話と、まあ30代を経て今先生今おいくつでしたっけ。もう50代、うん、まあ、その先輩からしてやっぱり30代を迎える手前の僕からすれば、やっぱ20代をどう過ごすかで、その先の人生キャリアっていうのが大体こう大きく決まってくる、左右する、まあ分岐点になるような今30代手前ってタイミングなんじゃないかなっていうなんとなくのイメージがあるんですけど、まあそこに対してズバッとこう先生なりの意見とかを、まあ冷たくてもいいですしきつめでもいいので、もうズバズバ言ってほしいなと思うんですけど、まあこの動画を見ている同じぐらいの世代の方たちにとってもなんかプラスになるネタとなればいいなと思っていて、まあ先生もよくその言葉でよく言ってらっしゃる、まあ大器晩成型の僕はタイプの人間なんだっていう話もあると思っていて、なんかその自分もやっぱその大器晩成というか、まあこう遅咲きタイプというか、まあ大物になる人って結果がすぐ出てこないのかなっていうなんとなくのイメージもあるんですけど、まあ先生にとってその待機みたいなのってもう迎えられたのか、まだ今作ってる最中なのかみたいなところら辺もちょっと触れていきたいななんてことも思ってるんですけども。なるほど、そうね。なんかその20代のその過ごし方って、特にまあ見てらっしゃる方は20代の方も多いと思うし、あのうちの卒業生がね20代人とかも含めてそうなんだけど多いから、それについての話することなんか日常的にもね、はい、結構多いんだけど、なんかね、まあ、いろんなこと言うんだけど、例えばさプライベート の, そのキャリアとキャリアっていうか人生と仕事上のキャリアの問題ってちょっと違うと思うのね、はい、例えば仕事とか社会生活、社会的な取り組み、仕事とかねを含めてなんだけど、20代って結構20代の人意識すると思うの、過ごし方が大事だと思っていて、例えば就職活動するような22歳とか21歳の人たちは最初に就職する先すごい気にするじゃん、いいとこに就職したいとか、ね、だけど今の人たちってやっぱり転職するケースすごく多いし、はい、最初の会社で最後までいるってケースは多分かなり少なくなってきてると思うので、そうすると最初はそんなに重要じゃないっていうふうにこうなってるはずなんだけど、でもやっぱりいいところに就職したいみたいなことって多いし、下手するとねなんか就職ローンにしちゃおうかなみたいな、はい、そのこだわりを持ってる人もこう多いと思うんだ。ただその俺はもう50にもなっちゃったのでね、ずいぶん前の話にはなるけど、経験的に20代のキャリアってなんかどうでもいいかなっていう、何やってもいいかなっていうか、20代頑張ったから30代を迎えるっていうのはあると思うの。それは30代から見るとそう見えると思うけど、50代から見ると20代どうでもよかったなっていうか、で事実俺本当にどうでもいいとしか言いようのない20代を過ごしていたから、まあ俺の業界で言うと20代だいたい院生をやってるわけ、22で卒業してその後5年間大学院っていうとこ行って、就職するのが俺28の年だったから、まあほぼ20代も終わりっていうところだから、まあ結局は学生とか、まあアルバイトもしてたけどいろいろそういうことしかしてなかったっていうのはあるのね。ただとはいえ当時は一生懸命生きてて、例えばアルバイトもさ予備校とかの講師をやってたから教えることに結構興味があったし、それ今も生きてるんだけど、いろいろこうテキストを作ったりとか教え方苦労したりとか、なんかコンテンツ作ったりとかってもう今思えばやってたなと。で研究とかもさやっぱこだわって自分のね、俺トップマネジメントの研究やってたんだけど、はい、それをこうこだわってこういろいろ調べて調査して文献も読んでみたいなことをやってたんだけど、今やってる研究とか仕事ってつながってないわけじゃないんだけど、その時の蓄積が役に立ってるかっていうと多分役になんか立ってないなっていうか、むしろ35以降かなっていう感じがするんだよね。で多分ね多くの人たちが思うのは、今の自分を作るのに大事なのは今より前の10年だっていう感じを持ってると思う。そうですね、はい、でそうすると、はい、それ以前のところっていうのはなんか基礎の部分で大事なのかもしれないけど、
直接的に今のキャリアに直結するような何か貢献をしているかというと、意外とそんなことない。つまり何を言いたいかというと、やり直しなんか聞くし、今しかできないことがあるから頑張んなきゃって変な無理もする必要なんじゃないかなって。むしろその時やりたいと思ったことを突き詰めていけば、その突き詰めた結果10年後に何か成し遂げている可能性があるぐらいの感覚でいいんじゃないかなっていうのが、まあ、本音かなと。逆に言えば、その何かを見つけて突き詰めるみたいなタイミングが遅くなれば遅くなるほど、うん、そこから10年プラスになってなったらどん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 こう遅くなるわけじゃないですか、うんうん、そこは結構シビアなのかなと思ってるんですけど、突き詰めるものが何かを見つけるのに時間がかかるかもしれない。うーん、個人的な話で申し訳ないけど、俺が今やっていること、まあ、マネジメントマーケティングとかの中でも、その意味とか価値とかさ、はい、理解のマネジメントとかっていうふうに話をする元ネタってどこかっていうと、やっぱ10年前ぐらい、つまり40ぐらいの時に行き着いたのね。で、40ぐらいの時にこれが大事だなと思って、そっから勉強とか研究を始めてるわけね。で、それに気づくためのステップって35ぐらいの時からなんだね。逆に言うと35ぐらいまでって、なんか今につながる研究はゼロだと思うわ。全然関係ない、どうでもいい。だってトップマネジメントの研究今関係ないから、俺本当になんかどうでもいい、まあ、なんていうのかな、分析のやり方を学んだとか言えばね、それは意味があったとも言えるんだけど、今の土台になってるかっていうと、そんなことにはもう全然なってない感じがする。だから長くて15年だよ、今のところにつながるってことを考えると。で、40で俺今50だけど、はい、40で出す成果と30で出す成果と50で出す成果があると思うのね。で、そうすると40から頑張って50で出す成果と20から頑張って30で出す成果、どっちが大きいかって言うまでもなくない？で、50の成果の方が社会的評価も高いし、ね、注目度も高いし、蓄積があるから大きなものを出せるっていうのがあるので、俺が言いたいのは、大器晩成って言葉があったけど、慌てることなんかなくって、人生意外と長くって、でやりたいことって普通に来てれば必ず出てきちゃうから、仕事とか、まあ、とにかく一生懸命やってればの話なんだけど、だから20代で何か成し遂げなきゃなんないなんて思う必要なんかないし、むしろ50で成果を出すっていう前提から逆算すると、20代なんか何やったって変わり映えしないから、その頑張りすぎるほどの価値もないんじゃないかっていうかね。ちょっとこれ言うとね、なんかあんだって思っちゃうかもしれないけど、そこで気負いすぎなくてもいいんじゃないかな。むしろなんか楽しいなとか、やりたいなとか、面白いかもしれないなって思うことを見つけたりとか、それに時間を費やす無駄な時間を20代とかはやった方がいいんじゃないかなっていうか。なるほど。30はね、なかなかそれしにくい。例えば会社とかだったら役職つき始めるから、やっぱそれなりに責任求められちゃうからね、バリバリで。なんだけど20代ってある意味まだ下っ端じゃない、うん、でそしたらやりたいことやっててもまあ自由だから、その意味でのモラトリアムっていうかね、執行猶予っていうけど、就活生がね、就活終わって4年生の間モラトリアムって言って遊んだりするけど、本当そのぐらいの気分でも20代は過ごしててもいいんじゃないかなっていうの。例えば35のタイミングで、まあいわゆる自分の研究分野におけるキーワード、キーテーマを見つけて、そこから15年間で詰めてったって今があるっていう話って考えた時に、やっぱその業界であったりとか取り組む分野によってキャリアの旬みたいなタイミングってそれぞれ違うのかなっていう気はしていて、大学教員とか研究者って若干こう10年前後遅れて旬が来てるイメージがあるというか、20代はやっぱ院生でこう取り組んでって、30代中盤でそのテーマを見つけてって考えた時に、一般的なキャリアとかこの動画見てるような企業に就職してっていう形からすると、先生の言う35のタイミングが25ぐらいで来た方がいいんじゃないのかなとかっていう感覚もあったりするんですけど、なんかそのキャリアにおける旬の違い、先生の自分の旬とかって意識したことあるのかなと。確かに人によって違うかなとは思うんだよね。例えば物理的に言うと体力の問題があって、はい、やっぱその体力が落ちてきたりすると考え、深く考えることもできなくなってくると思うので、元気な人は50でも考えられるけど、そうじゃない人は40ぐらいでも考えるのしんどいなって思うってことはあると思うので、それが、まあ、旬とすごく密接だと思うね、はい、やっぱ成果出すために考えるとか体力がないとダメだっていうのがあるか から、その意味ではその人の旬っていうのはこうあるんじゃないかなっていうふうに思うのね。ただその体力ですら、体力があった方が旬を迎えられるかどうかってまた微妙な問題で、旬って言葉って自分がやり遂げたいなと思うことがうまく成果が出たような時期のことを旬って言ってると思うのね。そうするとやりたいことを見つけることと、そのために努力する、さっきだった10年ぐらいっていうのがどこに来るかっていうのって多分読めないと思うし、読めたところでいつがいいっていうのは多分あんまりないんだと思うんだよね。あ、そうなんですね。
20代の10年間そのフレッシュな10年間あれだけエネルギッシュにいける10年間ってもう戻ってこないよって話をよく聞くと、やはりその自分におけるフレッシュな時期やタイミング旬のタイミングっていうのを意識してしまう、まあ、20代後半の自分がいたんですけど、その辺は特にじゃあ先生的にはその気にしなくていい感じなんですか、うん、例えばさっき言ったその仕事っていうことで言うと20代はそんなに関係ないんじゃないかなみたいな話を個人的には思いますっていう話をしたんだけど、はい、でもさ例えば恋愛をするとかね、はい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 、プライベートで趣味をに没頭するとかっていうのは20代の方がいいっていう考え方もあると思うし、それは確かにそうだなともこう思ったりする。でそうすると20代をそこに費やした方がいいんじゃないかっていう考え方もこうあると思うのさ。あ、20代は20代で打ち込むべきこともっといっぱいあるよみたいな。そうだって20代やっぱ体力あるしやりたいことあるよねって、それが仕事に向いても別に構わないんだけど、俺がなんとなく思うのはみんなやっぱり20代は仕事やった方がいいんじゃないかって強制圧力をなんとなく感じてる気がするの。なんだけどそんなに仕事を20代でしか頑張れないことあるってほどのこともなくって、20代の仕事って意外とやっつけ仕事多い気がするの。だって蓄積とか情報も少ないからできることも限られてるじゃない。でその中でもクリエイティブなものを出す人たち、例えば音楽家の人たちとかクリエイターの人たちっていうのは20代でできることもある、はい、だからそういう人たちは20代がもしかしたら旬かもしれないし30ぐらいまでが旬だっていうふうに言えるかもしれないので、それも一つあると思うんだよね。だけど例えば俺とか一般的なサラリーマンとかっていうとやっぱり40代ぐらいが旬っていう人たちが多いと思うのね。でそうすると40代の活躍を形作るのは30代だから、20代はやっぱり下積みになってしまうような経験だと思うんだよね。だからそういうふうにちょっとなんていうのかな、ロングスパンで見通しよく持った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんだ。なので仕事は頑張る時期がいついつあってもいいと思うし、プライベートで20代をすごく頑張って旬だからやっていくっていうふうにいくつかの軸があると思うので、その旬が1回しかないとか1種類しかないっていうふうに限定的に考える必要はないし、だから何か今やんなきゃっていうふうに慌てる必要もこうないかなっていうふうにこう思うというか、意外と後で何とでもやり直し聞くんだよね。本当に俺もね、そんなことこんなこと今だから言ってるけど、やっぱり20代の時には研究成果出さなきゃってすごい苦労していろんな論文読んでさ勉強してたんだけど、社会経験なかったから経営学なんかやったっていい問いが浮かばないんだよ ね。だからいい結果なんてなかなか出ないんじゃない、はい、だけどその後もうなんか研究でもあんまり評価されないし、もうなんかやさぐれてた時期もあるし、なんだけどその時にふと違う仕事で企業の人と知り合ってビジネスの仕事をリアルの場でやってたりすると面白くって、そこで聞いた現場の問いが今の研究につながってるみたいなこともあったりするわけさ。でそれってのは意図せざる結果なんだよね。最初からそういうふうなスパンでやれるって思ってるわけじゃなかった。でたまたまその時期にそういうふうな経験したから、その後に新しい発見ができたとか新しい取り組みを始めることができたっていうことなだけなので、その想定をそのできないことがあるわけだから、そのあまり決めつけて今しかできないことがあるっていうふうに考えなくてもいいんじゃないかなっていう感じの話かな。うん、いや分かりました。ちょっとこうまあそういうのも考えるタイミングだったりもするので、いろいろ話聞きたかったなと思ったんですけど、はい、まあそうですね、まあでもやっぱことクリエイターとかっていうか考えるとやっぱ結構若い、うん、若手でもバンバン第一線で活躍してる方もいるので、うん、なんか自分がどこの分野に足をこう軸足置いてるかみたいなところも冷静に見極めて、長いスパンで見れば見るけどやっぱ自分の旬をどこに置くかみたいなのは冷静に考えていく必要はやっぱあるかな、ね、確かにクリエイターさんみたいになんていうのかな、常識から逸脱した方がいい分野は、はい、若い時の方が旬って言われるかもしれないね、はいはいはい、逸脱するというか常識がない方がいいじゃない、常識があったら常識にのっとった正解出しちゃうからどんどん型にはまっていっちゃうみたいな、ね、そうそう、だから知らない方が強みになるっていう業種とか業界であれば旬になるのは早くなるっていうか、逆に言うとビジネスなんてどっちかというと蓄積とか常識の中で問題を見つけてそれを解決するってことが大事だから、経験がものを言う部分は結構あったりするよね。ビジネスは年取ってからの方が比較的いい答えとかアウトプット出しやすいかもしれない、だからそれはその人がやりたいことによるかもしれない、ね、そこで変わり目はあるんですね。ゼロイチで生むクリエイティブな作業とかは若い方が得意だったりする、うん、なるともっと10代の子でもいっぱいチャンスあるっていう見方もできるし、確かに、あ、うん、それは面白い見方かもしれないですね。あ、わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせです。これからでは経営学の知見を活用してキャリアや仕事にまつわる悩みを抱える学生、社会人、ビジネスマン、経営者の方向けに Zoom で雑談しながら解決に向けたヒントをお届けする新シリーズを準備中です。もちろん無料で顔出しもしなくて OK ですので、
ご出演いただける方はぜひ概要欄の応募フォームからよろしくお願いします。お待ちしています。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。